丸山ダムは兵庫県の向川水系線坂川に西宮市が建設した浄水用ダム。川をせき止める第1ダムとダム湖の側面を形成する第2ダムがセットで建造された。昭和44年に西宮市の北部水道事業として計画され昭和50年に完成した。当時人口が少なく貧弱な簡易水道しかなかった。 西宮市北部の浄水の状況を改善し、さらにその後の西宮北部の開発を可能とした。ダムの完成によって、該当エリアで劣悪な水源に起因して、発生していた繁盛場の問題を解決した。建設に際始ダム下流で灌漑用水を利用していた水利組合との交渉が難航したことなどがあって、工事の着工、完成が遅れた。西宮市北部地区は、 阪神館から見て、六甲山の北側に位置し、昭和30年代半ばまでは、国道176号線などの主要道路沿いに、集落が点在するほかは、大部分が山林や農地であった。この地域には、生瀬、なじお、船坂、山口の集落があって、火表のようにおののの地区が、自分の水源で簡易水道や畜水道を、設置していた。東端の生瀬には、 国鉄福知山線の生瀬駅があったが、昭和61年までは単線非電化で列車本数も少なかった。西宮市北部は面積が40.72平方キロメートルで、市全体の42%でありながら、昭和40年の人口は市の3%の9423人に過ぎなかった。西宮市北部と隣接の宝塚市では、昔から葉の表面が、 繁盛に黒ずむ繁盛場が見られ、ほとんどフード病のように考えられていた。昭和24年に実施されたフッ素に関する医学的研究によって、宝塚第一小学校と船坂小学校で繁盛場の罹患率が半数を上回ったと報告され、該当地区の飲料水中のフッ素濃度が高いことが原因と指摘された。この報告を受けて、西宮市が 井戸等のフッ素含有量を調査したところ、生瀬地区において、引用に適さない、フッ素濃度とされる 1.5ppm を超えたものが70%あった。この問題は昭和46年に、宝塚市の市会が、児童の中に多数の繁盛場が見られると公表したことから、再度クローズアップされ、西宮市でも大きな問題となった。フッ素岩量の多い生瀬浄水場では、 昭和46年から科学的にフッ素を取り除く作業を行っていた。この問題の抜本的な解決のためにフッ素含有量の少ない別の水源が求められていた。宝塚市の向川佐賀にある金陽井の取水口丸山ダムが建設された船、坂川は道場駅の近くで向川に合流する。向こう側は 全長六十五キロメートル、流域面積五百平方キロメートルで、下流で、宝塚市、伊丹市、尼崎市、西宮市を塗って、大阪湾に注ぐに急河川であり、流域は、江戸時代から向こう側の水を、田畑の灌えに用いる水陸組合が存在する。向こう側の水は、上流から順に、各水陸組合によって計画的に取水されているが、渇水時には、下流では、 川床が干上がることもある。下流の水利組合は、下記船外ダムの問題もあって、上流での取水については厳しい目を向けていた。昭和39年に、宝塚市が、向こう側に観光用のダムを建設した時にも、全く水を消費しないダムでありながら、下流の水利組合から厳しい要望が出て、覚書を締結している。下の表は、 丸山ダムより下流で向こう側から取水している水陸組合を上流から順に列記したもので面積の単位は昭和35年までが長部で平成はヘクタールだが両者はほとんど同じ面積を示すので直接比較が可能。仙外水源地実力講師対象11年に神戸市が上水道用水のために向こう側支流の羽田場側に仙外ダムを建築した。 当初神戸市は、下流の農業用水として、灌外期の4ヶ月間は常時毎日9万6千トンを放流すると約束していたが、大正13年の大干ばつ時に放流されていなかった。さらに、昭和14年7月も唐津湯であったが、千、外ダムからの放流がなかったため下流の農民が放流を求めて決起した、千外水現地実力行使という事件が起こり、 神戸市川が7月17日以降毎日12万トンを放流することで決着した。昭和40年頃から西宮市北部においても市街化の波が及び始めた。これらの計画が達成された時には当時の貧弱な水道設備では全く対応できないため、西宮市は昭和43年に北部水道事業計画をまとめ、翌年国から事業許可を受けた。 水源の主体は、船坂川に建設する丸山ダムで、このダムから最大給水量1日2万5千立方メートルを取水し、計画給水人口7万5千人というものであった。丸山ダム円形、ダムの向かって、左が丸山、右が畑山ダム湖の円定をなす丸山第二ダム、ダム下に金千寺がある蒸気のような背景もあって、水利組合との交渉は難航した。 西宮市の資料では、計画が正式にまとまる前の昭和39年頃から関係推理組合との協議を開始したが、例えば、宝塚市が昭和40年10月27日に、兵庫県に推理問題で陳情に行った際に、西宮から宝塚に話があって叱るべきなのに、何の連絡もない、宝塚の推理組合に同意を求めるべきだ、と県に指導を求めている。 長い交渉の結果、農半期、農管期における下流への放水量を規定し、その放水量が正しく遵守されていることを確認する、施設を併設するという条件で下流の水利組合の同意を得た。最終の覚書が交わされたのは昭和48年1月22日であった。水利組合との交渉と並行して用地買収も行われ、 昭和48年からまず侵入道路の整備から着手した。貯水用のダムは丸山と畑山の間の谷をせき止める第1ダムとダム上流左岸への浸水を防ぐ第2ダムの2基が建設された。第1ダムは上流側が垂直の直線重力式コンクリートダムで基礎部分の岩盤の補強と止水性の改善工事を行った上でコンクリートを打設し、 昭和50年10月に工事を終了した。並行して建設された第二ダムは傾斜コア型ロックフィルダムで基礎部分にコンソリデーショングラウトを実施した上で現場で採取した土石を用いて盛り立て、昭和50年5月に完成した。ダム本体の建造費は13億7000万円であった。ダム工事と並行してダム湖に水没する県道上山口線坂線の 付け替えを行った。ダム本体の工事完成後ダム護岸や周辺道路の整備を行い、昭和52年5月に完成検査を実施し、7月から貯水を開始した。満水となったのは水没地内にあった工場が移転した後の昭和54年4月であった。丸山貯水地はすぐ横にある金泉寺にちなんで金銭寺故と命名された。金泉寺橋のたもとにある公園に、 金泉事故と書かれた記念碑がある。古城の橋は向かって、左が阪神高速道路、右が県道の金泉地橋貯水池の水は、ダムのすぐ下流に新設された丸山浄水場から市内に送られ、従来の簡易水道は順次廃止されていった。貯水池から最も遠い生瀬地区には、昭和55年に1月に排水されるようになり、生瀬浄水場で行われていた。 ッ素除去装置の運転を休止した。これで西宮市の繁盛場問題は根本的に解決したが同じ問題を抱えていた宝塚市は西宮市より少し早く昭和52年に市北部に川下川ダムを完成させて繁盛場問題を集結させている。貯水地周辺には完成直後から市民や水道局が桜を植えて 西宮市の桜の名所として市民に親しまれている。貯水池を横断している阪神高速道路北、神戸線は橋全体をドーム状に囲って路面の排水が水源に流入しない構造になっている。中国縦貫自動車道の西宮北インターチェンジは昭和50年本格稼働した。新駅の西宮ラジオ駅を含む福知山線の伏線電化工事は 昭和61年に、三田駅まで開通した。西宮北部の人口は平成12年で39,665人、平成30年で43,614人と、増え続けダム計画時の4倍以上に達しており、丸山ダム建設の目的は達せられたと言える。しかし丸山ダムの計画時には1人1日あたりの最大容量を360リットルと見積もって、 いたが、その後使用量は増えてゆき平成4年の計画では1人1日、あたりの最大使用量を640リットル、計画給水人口を5万5千人、計画給水量1日最大3万5千二百立方メートルと見積もった。同時に、丸山貯水池の計画給水量を1日最大1万5千670立方メートルに見直し、不足する分を1個ダムを水源とする。 兵庫県水道から供給を受けることとした。第1ダム周辺は立ち入り金だが第2ダムの上が遊歩道として整備されており、休憩所もある。ありがとうございます。